え、でもさ、これってさ、砕くのもいいけど、売ったらお金になるやつもあるよね。もちろん、売ったら全部お金になるよ。どっちがいいの結局、全部砕いてる？砕いてます。砕いてます。雪花ラミーは砕いてます。雪花ラミーは砕いてます。雪花ラミー、ちょっとそれさ、ちょっとあの、あれっぽく言って。何っぽく？何っぽく？ラノベっぽく。雪花ラミーは砕いてます。今日も砕いてます。多分彼女は明日も砕くんです。何を砕いてるんですか？それは言えません。ちなみに何を砕きたいんですか？ラミーさん的には。俺の心？俺の心？砕いちゃおうかな。俺の心砕いちゃダメだろ。己の心、ジュンブライドボイスが出たばっかりなんですよ。砕いちゃおうかな。ダメですよ、砕いちゃ。ジュンブライドボイスのあれが出たの？なんか。あ、そうだよ。オマルン、オマルンいるでしょ。あれが、あー、いっぱい出ちゃった。なんかすごい。いっぱい出ちゃった。告知が出たんだっけ？え、告知も何も販売されてますよ。もう販売されてんの？ちょっと、ポルカさん。今日から発売開始となりました。ということでね、発売開始となりました。皆さんご購入いた…あ、ねねはねねはもうみんなと結婚してるって言ってるからいいかと思って。ねねはもう結婚してるのではないです。もうちょっとすでに終わってる話だった。そうこれめっちゃかっこいい。え、ねねとの結婚後の会話とかもないの？これめっちゃかっこよくないの？今やればいいじゃん。水取って充電しちゃって旦那扱いしてたってこと？君の結婚って何なんだ。君の想像する結婚面白いですし。甘々ねーって夜だよ、今10時ですよ。甘々ねー、甘々ねーってお願いしますよ。甘々夜で結婚、そう、新婚夫婦のなんだ、根っこさんを想像して頭の中で。ご飯にする？お風呂にする？ダメ。それともラミーに砕かせる？そういう時にさ、ラミーをさ、捨て駒のように扱うのやめてくれる？あれ、ポルカもポルカ止まってる。あ、ディアブロするだって。半目で半目で。え、何？ディアブロするだって。あ、ディアブロ。ご飯でも風呂でもなくて、ディアブロするってさ。違うでしょ、そうじゃないでしょ、ねえねえさん。